はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストでありシンガーソングライターの竹下敦です。6月20日、大人クラブの時間でございます。何が好きで何が悪いシリーズなんですが、今日はですね、裏方が好きで何が悪いです。はい、私がね、今在籍しているシアミュージックには、まあ、いわゆる裏方、受付の方、そしてマネージャーさんね、がいらっしゃるわけです。シアミュージック何が優れているかというと、裏方の方、要するにその受付の業務だとかね、あと私にもそのマネージャーという方がついてらっしゃるんですが、非常に素晴らしい。で、そのマネージャーさんという方もですね、もともとはプレイヤーだったわけですよ。で、そのプレイヤーの道を諦めてね、裏方になったわけですが、私はね、その人の夢を受け継ぎたいと思ってるんですね。なので、せっかくね、こちら、フェンダーのプレッションベースを持っているので、何が何でも、ベースプレイヤーとしてね、何とかしたいと思ってます。はい。でも練習するしかないんですね、こういうのはね。もうとにかく練習。やれば必ず上手くなるんですよ。で、私はですね、今までやると思ってやれなかったことは一つもないです。なぜなら、できるまでやるからです。簡単なことなんですね。諦めるか諦めないかも。それだけのことなんです。私が、12歳からライブハウスに出てるんですが、私がね、ギタリストとしてデビューしたのは、14歳の時かな。私のバンドのボーカルが今エイブックスラックスの、に在籍しているね、人なんですが、私の前任のギタリストがですね、相田和重というギタリストで、常に彼の後任だったんですね。で、いくつもの大きな仕事をいただきながら、前任誰ですかって聞くと、相田君だねって言って、すいません、お断りしますって。いや、なんでって言われて、いや、相田の購入をやりたくないんですよねって言うと、バーンって、もういい加減にしろと。そのなんか、相田コンプレックスみたいなのから抜け出さないとね、いつまでたっても何にも先に進まないぞって言われるんですけど、ある意味プライドが許さない。自分なりにプライドを持って、ギタリストとしてねやってきてるんですが、そう言いながらですね、好きなギタリストの中に相田君を入れているのもまたおかしい話なんですが、しょうがないですね。最近ですよ、そういうことを認められるようになったのは。昔は絶対一番じゃないと気が済まなかったですね。何でも一番じゃないと気が済まなかったんですけど、今例えばギタリストの西尾智也さん、悪く言う方がいるんですけどね、簡単な話ですよ。彼はとてもね、すごくいわゆる早弾きを売りにしてるわけです。何が悪いんですか？彼に何か文句を言いたいのであれば、彼ぐらい早く弾けばいいだけの話です。そして彼は常に進化してます。早弾きだけではね、最初はみんなびっくりしますけど、すぐに速さって慣れちゃうんですよ。あれ、速いだけじゃんってなっちゃうんです。西尾さんのすごいところはですね、今自己自身では早弾きだけじゃ、ダメだと。もっとこう、いろんなプレイの幅を広げようっていうふうに考えてらっしゃるんですね。とても素晴らしいことですね。で、私はある意味楽
器は実は何でもいいんですよね。ベースでもいいし、ギターでもいいし、バイオリンでもいいし、何でもいいんです。音が出れば。で、当然今欲しいのは実はですね、セミアコなんですが、これギブソンの335を買うことになると思うんですが、ギブソン335ってすごく当たり外れが大きいんですね。私の師匠であるね、カノン様が、ギブソン335必ずナチュラルカラーのものはね、ライブになると、まあ、自由が丘で以前ね、ライブやったんですけど、その時に持ってきて、いや、なんでそれなんですかって聞いたら、いやー、ギブソン335たくさんあるけど、まともに音出るのこの1台だけなんだよねって言われたんですよ。あ、その時にそういうもんなんだと思って。で、以前アイバニーズのね、ジョン・スコフィールドモデル所有してたんですが、アイバニーズのブリッジ、あ、ごめんなさい、テールピースって特殊でこう斜めにスリット入ってるんですね。で、それ差し込んで、チューニングしたつもりがずるっと滑って、突然こうバンってダウンチューニングになっちゃうんですよ。これはいかんと。で、結局、まあ、私、黒沢明の、所属なんですが、黒沢明さんの方からね、あ、そのうちいい335が出たら電話しますよって言われて。で、今、横浜にね、毎日のように通ってるんですが、まあ、私たちはね、ローンっていうものが組めない立場なので、まあ、少しずつね、現金を貯金して何年かかるんですかね、いつの日かね、ギブソンの335サンバーストが欲しいんですかね。最初エピフォンカジノって言われたんですけど、エピフォンカジノってフルアコなんですよね。私知らなかったんですが、エピフォンカジノだとステージで羽打っちゃうよって言われて、あ、そうですかって、何がいいですかって、結局ギブソン335ですよって言われて、あ、そっかと思って。で、ギブソン335って言ってエリック・クラプトンさんがね、レッドのモデルを使ってるんですが、彼とは被りたくない、彼と被るのは嫌だということで、サンバーストの、ギブソン335を、購入すべく貯金してます。はい、かわいいでしょ。はい、でもそれ買うのかっていうと、オベーションアドバンスがあるからいいかなってちょっと思っちゃうんですよね。これはもう手に入れることって不可能なんですよ。もうどうやってもこれを手に入れることは不可能です。これが例えば店頭に並んでることはありえないですね。そういうもんです。でもギブソン335はいつでも買える。でもピチッとチューニングもあって、まあ、オクターブチューニングも全部あってね、フレット打ちもピッシリっていうのはアメリカ人がやってることですから、なかなかないわけですね。でもいつの日かギブソン335欲しいと思ってます。というわけで今日の話はですね、裏方が好きで何が悪いでした。シアミュージックはね、裏方の皆さん本当に優秀です。私についていただいてるね、マネージャーさんの恩に報いられるようにね、頑張りたいと思います。それではスタジオリバーサイドからギタリストであるシンガーソングライターの竹下敦がお送りいたしました。それでは皆様おやすみなさい。まだ寝ないけどね。